どうも、りょうまです。今回はこちらの2択で簡単乙女ゲーというゲームをやっていこうと思います。なんか、恋愛のゲームで、こうなんか、2択で選んで、いい方向に進むか悪い方向に進むか、みたいなゲームらしいですね。じゃあ、早速やっていきましょう。スタート。ステージは夏祭り。いいね、夏祭り。もうすぐ夏休み。夏祭り誘われたけど、どうしよう。もうなんかこれ漫画みたいな感じなの？あまり仲良くないクラスメートから夏祭りの誘いが来た。仲良い子たち誘ってみんなで行かない？あ、これ下のやつから選ぶんだ。行く行く。その日予定が。え、でもさ、せっかくね、誘ってもらえたんだからね、行きましょうよ。行く行く。これでいいですか？はい。せっかくだからね、え、これ何？グッドと何？バットがあるのかな？俺も行くつもりだって。だから一緒に行っていい？あ、ラッキーって言ってる。気になる爽やかイケメンも一緒に行くことに。ラッキー。めちゃくちゃかっこいいじゃんこの人。気がつけば祭り当日何を着ていこう。夏祭り当日何着ていこうかな。女の子っぽいのが好きって言ってたっけ。あー、もう全然わかんない。ガーリーって何？でもさ、やっぱさ、夏って言ったらすごい浴衣のイメージだから、ちょっと浴衣で行ってみよっか。これでいいですか？はい。これ絶対グッドでしょ。はい、グッド。似合ってるよ。君も似合ってるよ。だって、あら、まあ、彼に褒められた。嬉しい。慣れない浴衣を着たせいか、靴ずれしてしまい、友達に置いてかれそう。どうする？やば、足痛いかも。置いてかないで。ちょっと休憩。これはもう素直に、置いてかないでってね、伝えた方がいいでしょう。はい。え、バットなの？ここどこ？迷った。だって、え、なんで置いてかないでって言ったのに置いてかれちゃったってこと？リトライ。これ間違った方選択するとあれなんだ、戻されるんだね。じゃあちょっと休憩でいいんだ。はい。おい、グッド。どうしたの？大丈夫？だってあらんわ、中身もイケメンじゃないのよこの人。彼が気づいてくれて、付き添ってくれた。まさか二人きりになれるとは、いい感じじゃないのよ。二人で花火の時間まで一緒に過ごしちゃった。ここで告白するべきかな。だって。見つめる、好きです。あ、アプローチをかけてみよう。これでもやっぱもう言うしかないでしょ。これも絶好のチャンスよ。あれだよね、シチュエーションもね、めちゃくちゃいい感じだしね。これはもう告白しよう。好きです。行っちゃえ。どうだ？これでバットなの？嘘でしょ？見つめるでいいの？じゃあ、見つめようか。じゃあ、これ向こうからあれかな？なんかしてくれるとか、そういう感じのノリ？そして彼との夏が始まった。彼の方から手をつないでくれた。だって、この彼氏もまたスケベだな、まったくもう。え、終わり？あ、でも今のステージ1は、今のね、まあ、ハッピーエンドですよってことか。まあ、でも確かにね、いい終わり方だったもんね。ステージ2、保健室だって。なんかちょっとやらしい場所来ちゃったぞ。保健室で休んでいたら、部活の部長からメールが来た。授業中に体調が悪くなって保健室で休むことに。風邪かな？部長からメッセージ来てる。倒れたって聞いたけど、大丈夫？これさ、もうダメですって言ったらさ、あれじゃない？助けに来てくれんじゃないの、もしかして。もうダメです。助けに来てください、部長。違うのか。ここはなんだ、普通に大丈夫でよかったのか。はい。これあれかな、スタンプかな？はい、グッド。絶対大丈夫じゃないでしょう。今日はマネージャーしかいなくていいから。ゆっくり休んで。部長優しいな。優しい返事が来た。だって、なんて優しい部長なのかしら。先輩がお見舞いに来てくれるかも。なんで返信しよう。こんなところ見られたくない。なんて返そう。困ります。気にしないで。いや、困りますってさ、結構相手、ショック受けちゃいそうだから、これ気にしないででしょ、絶対。はい、グッド。心配できちゃった。だって、もう来なくていいのに、部長がお見舞いに来てくれた。優しい。部長が言うには、風邪ひいた時には消化のいい甘いお菓子がいいらしい。食べる？え、そうなの？消化のいい甘いお菓子っていいんだ。みんなマネージャーがいなくて寂しがってたんだよ。それでプリン買ってきたけど食べる？だって。いや、これいらないわ。ひどすぎない。ここはもう素直に、ありがとうって言いましょう。あ、グッド。これ食べて元気になって、あーん
だって。自分で食べれるけど、まあいいか。このプリンいつもより美味しいだって。食べ終わって落ち着いたら、容体を聞いてきた。なんとかいつ？まだ少し、もう大丈夫。これはでも安心させるために、もう大丈夫で行ってみようか。もう大丈夫。あ、お、来た、グッドグッド。どれどれ、まだ暑いな。おでこ、おでこくつんだって。顔まで赤くなっちゃう。やだもう。この部長もすげえな。あ、今のでハッピーエンドなんだ。ステージ3、映画館デートだって。映画館デートってさ、いいよね。商店街で抽選で映画機会ペアチケットが当たってしまった。誰を誘う？商店街で抽選で映画引き換えペアチケットが当たってしまった。ペアって、誰と行こう？無難にお母さん？それとも友達？いや、ここは男子を誘ってみるか。幼馴染、生徒会長。これ生徒会長の子誰かな？好きなのかな？いや、ここはじゃあせっかくだ、生徒会長をね、誘っちゃいましょうよ。バットなの？あ、俺その日陸上部の試合あるからダメだ。ダメだったか。断られた。だって。そっか。じゃあ、幼馴染み誘うのか。これも、あれだよね。あ、よし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 。当日、待ち合わせ場所。なんだよ、誘ったくせに遅えな。いつもちゃんとしてれば、いけてるのに、この隠れイケメンが。あ、でも確かに、でもこの人普通に、全然かっこいいよね。映画館に到着。何の映画を見る？あ、映画はまだ決めてなかったんだ。映画館に着いた。どの映画を見るか選べるみたい。アクションがいいな。犬のも見たい。これはどっちだろう。相手の意見で言ってみるか。え、バットなの？ネタ、む、内容全然覚えてない。あ、そういうことね。やっぱ、興味のね、あるやつの方がいいってことか、ここは。グッドーン。ギャップもええ、かわいい。だって、めちゃくちゃがっつり泣いてるじゃん、この人。隣で彼が泣いてる。かわいいとこあるじゃない。なんかこういうとこ見るとね、結構キュンとするよね。映画以外行くとこ考えてなかった。どこ行こう。映画が終わって、意外と面白かった。そうだね。この後どうするか考えてなかった。帰る？チラって何？でもこれこのまま帰っちゃったら、終わっちゃうから散らしてみるか。散ら。これグッドでしょ。はい。ちょっと休憩しない？わー、雰囲気良さそうなお店。彼がカフェに入ろうと提案。帰るにはまだ時間早いしね。すごいね。カフェに自分から誘うってすごいおしゃれな彼さんだね。イベントでカップルメニューがあるらしい。注文するだって。二人、いらっしゃいませ。お二人様ですね。カップルメニューにいたしますか？っていきなりこんなこと結構お店あるの？これ、いきなりお願いしますっていうのもなかなか大胆だけど、行ってみる？大胆に。お願いします。お、来ちゃったよ、グッド。ねえこれすごくない？ドキドキしすぎて味がわかんないよ。出てきたのか、まさかのカップル用ドリンク。顔が近くて恥ずかしい。これさ、付き合ってたとしてもさ、めちゃくちゃ恥ずかしくない？これ、てか、こんなメニューあるお店があるんだ。終わりなんだ。すごいな。最後にちょっとやらしいドリンク飲んで終わったね。ステージ4、校外学習。校外学習のグループ分け、気になる彼を。今日は校外学習のグループ分け、片思い中の彼と同じグループになりたい。ねえ、彼まだフリーみたいだよ。チャンス、チャンス。誘う、誘わない。いや、これは誘わないと物語が進まないでしょ、絶対。はい、グッドーン。いい思い出が作れそう。一緒のグループで回れる。いい思い出になりそう。わ、これ絶対いい思い出なんじゃ。記念写真を撮ることになった。どうしよっかな。校外学習当日、この辺で記念写真撮らない？いいね、撮ろうよ。撮って。みんなで撮ろう。これせっかくだから絶対みんなで撮った方が思い出に残るでしょう。なんでこれバットなの？なぜそこがラブラブに？裏切られた。友達だと思ってたのに。そうだよね。今フリーだよって言ってくれてたよね、この人。うわ、こっかで女の人だな。じゃあ撮ってでいいのか。これであれか。彼が撮ってくれるんだ、多分。グッド。
片思いの彼とツーショット写真だよ。だっていい写真が撮れた。片思いの彼とラブラブツーショットは、これは思い出に残るね。迷ってしまった。どうする？調子に乗って遠くまでで歩いた結果ここどこ？迷子だね。スマホ地図、これはもう今の時代だしこっちでしょ絶対。だってこれでね連絡も取り合える。これバットなの？どうして勝手な行動をするんですか？まさか二人ともスマホの充電が切れるとは。集合時間に遅刻して怒られた。そんなことある？二人とも。モバイルバッテリー持ってないの？ってことじゃこっちなのか。これでどうするんだろう？集合時間に間に合った。地図を頼りに帰ってこれた。そういうことね。バスでもラブラブしちゃう？でも周りの目も気になるし、どうしよう。帰りの席自由だったよね。どこに座る？隣同士で座ると変な噂立ちそうだな。どうしよう。隣に別々で。いや、これはもう攻めましょう。もうがっつり隣行っちゃおうよ。あ、グッド。疲れちゃったんだね。すっごい固唾重たい。これって何？固唾っていうの？最近の何？若い人たちはこういうの普通に、あれかな？使うのかな？バスで固唾。あ、終わったってことで、じゃあ一回ここでね、最後にしようかな。ステージ5、修学旅行。男部屋行こうと誘われた。どうしよう。修学旅行による友達がある提案をしてきた。男子の部屋行かない？気になってる彼に会えるかも。行く、私はいい。いや、これはもうね、せっかくの機会ですしね。行きましょう、行きましょう。あ、グッド。男子部屋潜入成功だって、やらしいな。彼の部屋着姿、いきなり刺激が強いよ。気になる彼の部屋着が見れた。だって男子と一緒にトランプ大会。なんか危険な予感がするけど、やる？どういうこと？男子部屋で一緒にトランプ、なんかやばそう。大富豪やる人、最後になった。罰ゲームで好きな人を発表することだって。目の前にいるのに。いや、でもこれやっぱやるしかないでしょう。これあれかな、あれピリになっちゃうのかな。私って代表語下手すぎなのかな。再会争いになった。私か彼か、どちらかが好きな人を言う。気になる彼と二人の勝負。負けないんだからね。これ負けたらえらいこっちじゃない？代表語で残ったのは気になる彼と私。負けた方が好きな人を告白する罰ゲーム。絶対負けないんだからね。好きな人を言う罰ゲームをかけた大富豪は彼か私の一騎打ちとなった。カード出す順番を間違えなければ私の勝ち。これなんか勝つのはキングな気がするな。キングで行こう。これ勝ったでしょ？バッド。勝った。好きな子か。そうだな。2組の佐藤さん。私じゃなかった。地味にショック。仲良いオーラ出てたのに。え、でもさ、これさ、こっち選んだらどういう展開になるのこれ。グッド。負けた。負けちゃった。早く言えよ。早く。やばい、先生が来た。先生が来たおかげで言わずに済んだ。先生に救われた。でも見つかったらやばいよね、これ。確かに。やばい、先生が来たみたい。どうしよう。先生が来たぞ。隠れろ。男子部屋で遊んでることがバレちゃう。これ、布団の中で見つかったらさ、さらにやばいことになるけど、これ押し入れでしょ、絶対。これバットなの？ジョジョ、さっさと戻りなさい。押し入れがいっぱいだったなんて。先生もう邪魔。あれかな、お布団とかがあれかな、入れっぱなしだったってことか。え、じゃあ布団の中でいいんだ、これ。どうする？普通にバレないで済むのかな？どさくさに紛れて、彼の布団に入っちゃった。修学旅行って最高。彼と同じところに潜って急接近。心臓の音聞こえてないかな？これ、お布団の中に入ったらえらいこっちゃること始まっちゃうんじゃないのこれ。お、終わった。ということで、ステージ5でね、キリがいいので、今回は終わりにしようと思います。これなかなかあれだね。なかなかハーハーするゲームでしたね。ということで、じゃあここで終了しようと思います。ご視聴いただいた方、ありがとうございました。